はい、どうもこんばんは皆さん、ライブロリです。本日12月7日はね、こちらの発売日、間違えた。まあ、ではなく、ポケモンカードのね、このタックボルトの発売日ということで、僕も朝から買ってきました。まあ、タックボルト1箱と、まあ、近くのゲオにもポケモンカード売ってあるんですけど、まあ、そこを5パック制限かけられてたんで、まあ、とりあえず5パックと、あとポケモンセンターメガ東京でね、このタックボルトポケモンセンター限定セットを買ってきました。ポケモンセンター限定セットのやつは抽選販売だったんですけど、まあ、運よく当選することができたんでね、無事購入することができたと。でこれに入ってるなんかエリカのデッキシールドとデッキケースあるんですけど、なんかこれの組み合わせだけですでにメルカリとかで7,000〜8,000円で取引されてるとかで、まあ、この箱に、このでかい箱にタックボルトが2箱入ってるんで、なんか実質もこれ定価は1万円分ぐらいなんですけど、まあ、転売するだけでね、まあ、プラス5,000〜6,000円の利益が出るということで、まあ、僕は転売別しないですけど、はい、あくまでもそういうデータがあるということを話したかっただけです。あと、まあ、他に特に使わないと思うんですけど、このゲンガーとミミッキュのスリーブが可愛かったんで、これとあとなんかプレマ、ピカゼクのプレマあったんで、せっかくなので買っておきました。とりあえずゲオで買ったこの5パックから先に開封していこうと思います。タックボルトはね、僕めちゃくちゃ楽しみなんですよね。前の情報とかでもイラストとかに気合を入れたって言ってるし、まあ、ポケモンって言ったらやっぱりね、あーほらエビアラみたいなこの初代のポケモンのイメージが強い方もいると思うんで、なんか普通に開けるだけで楽しみというか、このエビアラでもめちゃくちゃ弱そうですけどね。カモネギ、水の上を走ってるカモだからね。ニドリーノ、ケンタロス、あ全部、あシロナか、シロナも最近めちゃくちゃ安くなってデッキが組みやすくなりましたよね。やっぱ全部初代のポケモンでしたね、1パック目は。でポケモンセンター限定セットが抽選販売で、まあ受け取り期間が1週間ぐらいいよいよあったんですけど、なんか開店直後に行くと僕ポケモンセンター混むかなと思って、ちょっと余裕を持って、まあ、昼の12時過ぎぐらいかなにメガ東京に受け取りに行ったんですけど、なんかその時点でなんかめちゃくちゃ並んでて、なんか多分100人ぐらい並んでたのかな。なんか抽選販売だから買える人と買えない人ってなんかもう事前に決まってるんですよ。だからそんなに並んでないだろうと思って行ったんですけど、なんか普通に100人ぐらいでね、ビビりましたね。ポニータ石、メノクラゲ、ピジョン、こいつなんか特製エアメールがね、自分の山札から上から2枚見てどっちか1枚持ってこれるし、なんか HP60 でね、宇津木博士のレクチャーに引っかかってるので、ロストマッチと相性がいい、うんぬんかんぬん。これ5パック買ったけど、ポケカって基本的に5パック買ったら1枚は光ってるカード出るイメージだから、なんか1枚ぐらいは出といてほしいですけどね。たまたま向こう先生が好きそうですね。ニャース、アローライス、あー出た EV& カビゴン GX。 でもなんかそのタッグチーム全部で6種類やるけど、なんか前情報では EV& カビゴン GX が一番評価低いみたいな説を聞いてたんですけど、なんか少し前も話したんですけど、無色タイプはね、どのエネルギーにも対応できる汎用性が高い反面ね、どのエネルギーにも対応できるがゆえにちょっと効果が弱めな印象ですけど、まあ、1枚目のタッグチーム GX はね、カビゴン&イーブイということで、確か新潟の大会に出た時にクリーチャーズの方が言ってたんですけど、今回のタッグチームはね、今までの GX のイラストと違って 3D から 2D にしたって言ったから、逆にこっちはこっちでなんかいい感じですよね、絵のタッチが。あ、カイロス、こいつあれなんだよな、なんだっけ、下の技がコインを2回投げて両方表が出た場合、相手のバトルポケモン一撃で殺すっていう運ゲー好きそうな人は好きそうな効果で、ゲオで勝ったラスッチ、白竜、進化系の海竜がなんかね話題になってましたよね。コイキング、人影、あーこいつ海竜これなんか特性がなんか自分の山札にあるサポート1枚ね、手札に加えれるんですけど、なんか毎ターン1ターンに1回使えるカプテテフ GX みたいな感じですね。なんかとりあえずベンチに立てておくことができたら、その後の試合展開がかなり楽になるっていう。ただ二進化ポケモンなのがネックなんですけど、渡るプリズムスターに対応してるから、まあ立てるのは意外に簡単じゃないかって言われてるけど、とりあえずゲオカで買ってきたやつは以上で、まあとりあえず普通に買ってきたタックボルト1箱開けますか。こっちも30パック入ってるんでね、
まあ、言ってなかったんですけど、個人的に欲しいタッグチームはこの表紙についてるピカチュウ&ゼクロボのやつがあるいるんですけど、それが1番で、2番目はね、ゲンガーミミッキュのやつがですねが欲しいですね。まあ、正直僕的に言えばなんか別に嫌いなわけじゃないんですけど、イーブイとカビゴン以外の GX だったら何でもいいなって思ってますね。まあ、1枚まあすでに1枚出てしまったんですけど、ビリリ玉、カメール、ポッポ、あーセレビー&不思議バナ GX、 あーまあでもいい。なんか結構ねセレビーバナね評価低いんですけど、なんか僕たちがプロ棋士、まあプロ棋士で遊んでた時はセレビー&不思議バナ結構強かったんですよね。なんかこの意外に3エネで50なんですけど、これなんか毒やけど混乱があるから確定で80ダメージなんですよね。3エネでで HP270 で一撃で倒されない上に、なんか GX 技が180点相手に与えつつ回復するみたいな効果なんで、なんかマジでゾンビみたいな性能を持ってるから、まあ、あと草タイプなんであれですね、ストロングチャージを持ってるクワガノンとかとで自然とエネルギー加速できるからエネルギー供給は困らないのかなっていうイメージですね。てか今気づいたけど、僕今までカード開封するときねいつもハサミ使ってたんですけど、今日ちょっとハサミが手元にないから手で開けてますね。手で開けるとちょっとカード傷つくから、あースターミーもなんか1エネで40点でエネルギー加速できる効果を持ってるから結構注目されてますよね。超タイプとか水タイプのデッキにはなんか割と入れ毒なんじゃないかみたいな。そうそうそう、手で開けてると、まあ、カード傷つけるからやめろとかいう謎の勢力が出てくるんですけどちょっと今日ハサミないんで許してください。リザード、ニドリーノ、人で、サルー、サルアメ、ポケモンセンター の限定セットの、まあ、当落のやつをツイッターのタイムラインで見てた感じ、結構当たってる人の方が多かったんですけど、どうなんだろう。コダック、マスダが好きなポケモンですね。白竜、ビードル、後ろにこれナマケロがちょっと映ってるのが可愛いと。でハイペーボール、ベトベトン、ベトベトンといえばなんか最近、まあ、ツイッターでも言ったんですけど、ベトベトンの中国語の公式名がクサクサ泥っていう、めちゃくちゃ悪口の名前しか書いてないっていう。でもなんか中国に住んでる方がわざわざリプくれたんですけど、なんか草かなっていう感じがなんか中国だとあんまり悪いイメージが持たれてないみたいな、なんかそういうこと言ってたんで、中国ではそういう名前でもベトベタは可愛がられてるみたいな。オムナイト、これ進化系が強いっすよね。まあ後で出てきたら話すけど、カメックスは、まあ、二進化なのがちょっと残念ですけど、立てることができたら特製パワースコールでね水エネルギーを一気に加速することができるんで、なんか水タイプのデッキとかには入れといてもいいかもしれない。てか今作なんかさっきのスターミーといい水タイプのね、なんかデッキ、てかエネルギー加速が多いですね。まあ、今までアクアパッチっていうカードが水タイプにはあったんですけど、それと別でなんかポケモンでエネルギー加速がね、できてるようになってるー。コイキング&ホイロージュークス、これしかもイラスト違いの方ですね。まあ、これちょっとネタバレで僕見てたんですけど、これちょっとイラストの状況を説明すると、ここにホエル王がいて、これコイキングなんですけど、ホエル王が潮を吹いてて、その潮の先にコイキングが乗ってるみたいな、これ遠近法ですね。コイキングがめちゃくちゃでかく書かれてるけど、おそらくこことここの距離はちょっと理系の方計算お願いします。コイキングの大きさとホエル王の大きさを比較して、ここにどれぐらいの距離があればこのぐらいどれぐらいの大きさになるのかみたいな。でなんかこいつのまず注目点はあれですよね。なんか種ポケモンでありながら一番 HP が高い300という数値を持ってるので、まあ、大体一撃で倒されることがないっていう。で、まあ、ゴエレちょっと水エネルギーの数多めなんですけど、まあ、さっき言ったみたいに今回やたらとなんか水タイプのねエネルギー加速カードが多いんで、まあ、比較的簡単につけれるのかなとね。180点っていう安定した打点に加えて、まあ、GX 技がね、まあ、エネルギーが全部で合計で8個ついてた場合、相手のベンチポケモン全員に100ずつダメージぶちかましていくっていう。ホエル王も僕結構興味あったんで、出たんだったらなんか作ってみたいなと思いますね。でプテラもなんか下の技がなんか安定して180点出せるで、なおかつ非 GX のポケモンだから結構強い説があったりなかったり。大体1箱から光ってるカードを5枚ぐらいのイメージなんで、また4枚ぐらい出てくれるんですかね。コイキング、コダック、ビードル、あ、ポケモン通信9個、あ、これあれか。なんかポケモン通信はなんかハイパーボールみたいな効果で、同じじゃないんですけど似た効果でなんかポケモンサーチする効果持ってるから割と汎用性が高いって言われてて、これなんか角所で見たんですけど、なんかノーマル、まあ、この
タックボルト発売時点でなんか買い取りでなんか普通に300円とかある結構強いノーマルカードで、まあ、キューコンは炎エネルギーを2枚トラッシュすることで使える特性があって、なんかグズマ的なあのルガルガン的な効果使えますよってことで、沢村なんか全体的にこういう感じの、さっきのエビワラといいこういう感じのイラスト多いですね。ペルシアン、あこれね結構僕強そうだなと思ってて、1エネで20ダメージなんですけど、相手の手札を強制的に4枚までね減らすことができるんですよね。なんか使い方次第では強そうだなと。あとエネルギーが何でもいいし1進化だから、メタモンプリズムスターが入ってるデッキとかにはとりあえず入れといてもいいのかなと。謎の化石、まあこれは化石ポケモン、なん化石ポケモンがいるときに使うあれと。ホエル王にめちゃくちゃ気に入られてるんだけど、先に時和の森から見ますか。時和の森はなんか手札トラッシュしてデッキから基本エネルギー持ってこれるから、まあ汎用的なスタージジャム、まあ、みたいな説はありますね。まあ、ポケモンカードエネルギーないと何もできないのでね。さっきのあれとイラスト違いのやつが来ましたね。コイキングにポイント当てれるか、ホエル王にポイント当ててるかのさ、これもあれだな、コイキングホエル王デックを組むしかないということで。いやてかピカチュウゼクロも出ないんだけど、なんか個人的には2枚は欲しいんですけど、ちょっとこの箱から1枚は出といて欲しいんだよな。でコックーン、アローラ、石分天狗、目のクラゲ、夏目ランジ、アローラ、ゴローニャ。まだ焦るような時間じゃないですね。開けるカード自体は一平あるから。マンキー、ギャロップ、ポッポ、あ、リザードン。あ、リザードンもね、欲しかったんですよね。なんか特性のたける陶器で、まあ、エネルギーを自然と2個ね、このポケモンにつけることができるんですよ。で、火力も結構高くて、まあ、2エネついてたら、130点、3エネついてたら180点出せて、鉢巻きとかつけるとね、あの、1進化 GX、ゾロワークとかをね、一旦でワンパンできる圏内まで持っていけるんで、結構強そうだなと思ってて、まあ、ただ2進化なのがちょっとネックですけど、僕リザードも好きなんでね、普通に組んで遊んでみたいと思います。ガルーラ。こいつなんかあれだね、ポケモン界で暴れ回ってた頃のガルーラとは違って穏やかな心を持ってそうな、そういう印象を受けました。沢村、ゼニゼニ、ベトベタ、あ、フリーザーね、はいはいはい、パラセクティング、フリーザー、なんかこいつもね結構僕たちがコピーカードで遊んでた時は結構面白い性能を持ってて、あの自分のベンチの水ポケモンがね相手のサポートの効果を受けないんですよ。まあ、これがなんかどういうことかというと、グズマとかにねベンチポケモンを狙撃されることがないんで、なんか欠場消すことができる上になんか準備もしやすくなるから、こいつなんか結構水タイプデッキだと入れ得だなみたいな話をしてた。ビリリリリ、ゴルダック、ニドラン、オムナイト、パラセクト、うん、こっから忙しいんだよな。タックボルトの発売日にさスマブラも発売して、僕スマブラも結構やりたいんでやることが多いっていう。パラス、あー、ジャッジマンホイッスル、ジャッジマンホイッスルはなんかジャッジマンっていうなんかめちゃくちゃ強いカードがあるんですけど、相手の手札に干渉できるカードがジャッジマンとかマーシャドウぐらいしかないんで、めちゃくちゃ評価が高いイメージのカードですね。このメガネ誰が使うんだよって言ってたんですけど、まあ、ジャッジマンホイッスルはそのジャッジマンをトラッシュから手札に回収してきたり、まあ、もしくはね自分の山札を1枚引くみたいな効果を選んで使えるんで、まあ、汎用的なカードではあると思います。なんか今後の環境次第では普通にジャッジマンホイッスルとかも評価が上がっていきそう。マンキー、ニドリーナ、リザード、あ、スピア、こいつあれなんだっけあの道連れ針っていう技がこのポケモンにダメ感が乗ってると相手のポケモンの残り HP を無視して絶対に気絶させるんですよ。なんかレインボーエネルギーとかを貼れば絶対にスピアにダメ感を乗せることができるから、なんかこのスピアと相手の GX を道連れにすることで、まあ、再度実質こっちの方が1枚分多く取れるんで、タッグチーム GX とか GX 環境になればワンチャンありそう。竹信号、ホエル王以降、あ、てかあれか、もう3枚出たのか、バナとホエル王とホエル王で出てるから、出てあと1枚とかなのかな。タッグチーム、化石、ミニ竜、デブミニ竜、めちゃくちゃ多分これ角度の問題だろうけど、なんかめちゃくちゃ太く見える、人ではなんか光ってるな。あ、マルマインね、ケイトマルマインで、スターミー、
てか意識してたわけじゃないんですけど、多分この動画タックボルトを買った日に投稿してるんですけど、なんか3日連続でポケモンカードの動画をあ、来たこいつ陰キャみたいな特性で、なんか自分の場のポケモンの数が相手より少ないなら相手は手札からグッズを出して使えないっていう、まあ、いわゆるグッズロックみたいな感じですね。ポケモンカード結構グッズに依存することが多いんで、まあ、2進化なんでちょっとあれなんですけど、まあ、多分無事立てることができたら、立てることができて先に展開できたらまあかなり強いだろうみたいな。はい。でバリアード何の話しましたっけ。なんか3日連続でポケモンカードの動画上げることになるから、なんかカード実況者なのかゲーム実況者なのか分かんねえやみたいな、そういう話か。アローラナッシージャッジマン、あ、こいつですね、こいつ、ね、こいつなんか普通に強いんだよな。見た目の割にはなんか使用されて使用率が高いカードですね。ロコン、エビアラ、ゴルダック、あ、マサキの解析、あ、これブイズデックで新しく出たカードで、マサキの解析の強いところは、自分の手札を山札に戻したりトラッシュせずに上から7枚めくれるところが、まあ、強いと。多分今後多分普通に使う人も多くなってくるんじゃないかな。花抜けの紐は最近流行りのカードですね。なんかジラーチ&サンダーとね相性がいいということで謎の高騰を見せてましたが、タックボルトで再録されることで、おそらく値段が下がることを祈っております。ポッポンゴ、ルージュランゴ、カン、あー、ラティラティ、あ、ラティラティね、ラティラティか、ラティラティロダックチーム GX。こいつはなんか分かりやすいですよね。4ヘレで240点っていう破格のパワーを持ってるんで、まあ、エネルギーを3個トラッシュしなければいけないっていうデメリットあるけど、240点出せたら、まあ、今出てるタッグチーム GX だとホエルオー&コイキング以外は全部ワンパンできるんで、だから分かりやすいだけのパワーがあると。ラティラティはなんかこっちじゃないイラストの方が欲しかったけど、これで4枚 GX ポケモン出たけど、これ以上この箱から GX ポケモンが出ないみたいなことあんのかな。あ、ビードル、これさっきと色イラスト違いですね。で、ルージュラ、ピジョン、あー、アクアパッチ、あ、これあれか、イラスト違いのやつか。アクアパッチ自体は前からあったカードだけど、おそらくこれあれだよね、タックボルトで初めて出たイラストの柄。あ、でもかっこいいっすね。かっこいいっていうか、なんか可愛いっていうか、雰囲気がいいみたいな。カブトのこの殻から覗いてるこの感じ、完全に陰キャ。いや、てかそれはどうでもいいんですよね。だからピカチュウ&ゼクロムが僕は欲しいんですけど、ミニデュー、ニャース、ポニータ、イッシー、シロナ、ギロチン、カイロス。でも今見てみたら結構まだあった。あと9パックぐらいあるんだけど、さすがに9パックもあったら1枚は出ると思うんだけど、白竜、ロコン、アローアイシスブテ、トドメバリ、スピア、あ、トドメバリじゃねえ、ゲームのやりすぎだった、ミシズレバリだった、カブトプス、特製マザーホール、自分の山札にあるポケモンを1枚相手に見せてるから手札に加える。ああ、なるほどね、まあ、強いけど、ちょっとなんか一生言ってるけど、2進化ポケモンって準備までにね時間がかかるから、まあ、結構使うのがね難しいんですよね、まあ、立てれたら強いけど、まあ、必要パーツが多いからその分自己率も高くなるっていうか。人影、たまたま、ゴロン、ギャラドス、ケンタロス、あ、これ結構分かりやすく強いっすよ。1進化1エネで結構ハイスピードで動けて、なんか山札の上から7枚見てね、その中にある水エネルギーの数かける30ダメージ追加っていうことで、まあ、エネルギーを結構多めにしてた場合、7枚中ね、5枚ぐらいかな。7枚中5枚水エネルギーって結構割とでかい確率ですけど、5枚ぐらい水エネルギー引ければ 1エネで180点ぐらい出せるから、とんでもない。デッキの組み方次第ではかなりコスパのいいアタッカーになるかなと。非 GX ポケモンなんでね、倒されてもサイド1枚しか取られないしね。ニドラン、パラス、コイ、ラプラス、キングオブニドラン。ちょ、残り5パックなんですけど、ちょ、来い、頼む、ちょ、来てくれ、残り5パックで。エビ、カモ、ニド、あ、僕的に言えば、なんか別に嫌いなわけじゃないんですけど、イーブイとカビゴン以外の GX だったら何でもいいなって思ってますね。ちょ、お前かよ。イーブイ&カビゴンに愛された男、ガルーラ。いや、多分もう出ないよな。これ多分、いや、僕、そのタックボルトの総評とかをちょっとまだ見てないから分かんないですけど、これ箱的には完全に敗北者だと思うんだけど、当たりか外れかの箱で言ったら外れですよね。シオンタウンはなんか、
相手の手札を見る系のカードと多分相性がいいのかな。ゲンガーミミッキュタッグチームみたいな。残り3パック、これもう残り消化試合だろ。えこっからあれだわ、タッグチームもう1枚出てきたらさすがに発狂するわ。たまたまニャース、石つぶて、アメカイロス、残り2パックです。ちょっとお願いお願いじゃねえ、あのもう夢は見ない方がいいわ。気づいたわ、人影コローニアシオンタ、この世界に受け入れられなかったという事実をちょっともう早めに受け止めて、この結果を踏まえた上で我々は前に進んでいかなければならない。ゴローニア、コダック、ペルシアン、ギャラドス、プテラ、はい、お疲れ様です。ということでね、35パックとりあえず開けた感じでは、これこんな感じですね。あんまり良くないな。ここら辺を覗くとすると、なんか普通にシロナとか、カイリュウとかが出てたり、まあ、あとはポケモン通信とかもね、多分、どんどん評価上がってくんで、まあ、当て入れといてよかったかなと思います。まあ、あと、ポケモンセンター限定セットのね、2箱、あとあるんですけど、これあんま開けたくないんだよな。とりあえず動画の尺的に気が向いたらね、はい、また次の動画で開けておこうかなと思います。それでは。